はいどうも、妖怪チュプニプニ今回もやっていきます。今回はね、調査兵団コインね、こちらが配布がありましたので、これをね回していきましょう。ということで、であとねこのアカウントは5もやって10連調査兵団コインもあるので、まあね、一応サーカス型無課金攻略やってるので、これをね、回していきたいと思います。サーカね、調査兵団コインはちょっとね、10連調査兵団コインか、こっちの方はちょっとまだなんだけど、このアカウントだけなんだけど、うん、調査兵団コイン回していきましょうね。3枚ね、10連調査兵団コインは、あ、リバイ、ミカサが加わったな。まあ、どうせ当たんねえけど、これは、どんどん良くなるパターンだけど、まあ、これただ最終決戦だからね。まあ、もう、ないよな。はい。まあ、ちょっと下まで見なかったけど、ごめんなさい。調査兵団コインは、今回初コインだよね。前回10連しかなかったもんな。あった。これも中身はほとんど10連コインと似てて、うん、まあランク Z のミカサもいるし、ということで Z 以上なんだね。はい。まあでもプニカミとか邪神カチカチとかこの辺がいいな。はい。この辺期待しましょう。プニ妖怪とカチカチ妖怪ね。まあミカサかな。ZZ いるんかな。この前のマンジコインみたいな感じですかね。ZZ も当たる人は当たるみたいな、そんな感じかな。まあ、とりあえずまず10連の方やりましょうか。これが調査兵団コインで、こっちが10連の方か。いきますよ。さあ。あ、S ランクは出る。うん、まあ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 、お茶を濁す程度かな。さあ、じゃあこっちのコイン行きましょう。調査兵団コインね、行ってみよう。幸運の予感でウィス。おお、邪神カチカチだ。これは限界突破嬉しいね。はい、という感じで、プニプニカチカチ妖怪だと、このね、揃えるチャンスというかね、はい、パズル時に攻撃アップとかヒットポイントアップがあるので、まあ、カチカチか、プニカミとか、あとプニ、ナンダリオとかもいたんでね。はい。こっちはいないかな。カチカチ、邪神カチカチしかいないかな。はい。そんな感じなんですけど。邪神カチカチなんかはね、まあ Z ランクですけど、種族効、まあ見る必要もねえかな。種族効果アップ妖怪なんで、まだ私なんか、まあでも最近はうずらかけ強くなったからもう、クビかな。でもまあ、はい。種族効果アップ妖怪なんでね。もしかしたらね、今、ダブル種族で、なんかね、ダブルスキルみたいなのが追加されるかもしれないので、はい。わかんねえかなって感じですけどね。こいつゲットしちゃったからな、ますます、うすら影、もう出番がなくなってきたな。はい、じゃあ、2番目のアカウントいきましょう。一応、このアカウントは、5までいってますね。はい、これ2番目のアカウントで、16回の4回か。なんか、という感じ。今回ね、小特攻が使えるのでね、非常に、まあ、ちょっとこのアカウントは、あれですけどね、まあ、ただちょっと私間違えてミカサをレベル上げちゃったんでね、あれなんだけど、まあ、アルミンとかがね、こんな強いのに、おはじき特攻になってくれてるので、はい。すごいありがたいなっていう感じですよね。ジークさ、限界突破しといてよかったなって今更思いました。
はい、まあ、このアルミンたちもね S ランクで弱いですけど、まあ、特攻なんでね限界突破できるだけさせてあげさせてしていきたいなっていうね。まあちょっとさっきのメインアカウントの方でねリバイの方ねいてかなりそれも強くていいですね。限界突破リバイだからね。さあこれは10連コインの方がまだやってないのでこっちだけですね。まあちょっと一回運落としてからいきますか。いやー ZZ 出るんかな。さあ E ランクにちょっと運落として ZZ が出るのか楽しみよと。いけ高音で北韓で打つようになってからね。おお、いいね。プニクローに持ってなかったらいいね。持ってないや。あれ、これでプニプニカチカチ揃ったんじゃないかな、このアカウント。さっきもねお見せしましたが、このプニプニカチカチがね、あー10体目になったのかな、わかんないけど、はい、これで揃ったりして、全部揃うとねあれなんだけど、まだ持ってないの、これ辺持ってないのかな。そうだな、はい、まあでもいいんじゃないでしょうか。ナンダリュウオウもね、はい、こいつ対象になるんで、あとプニカミ様いましたよね。はい、というわけでいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょう。いいね。はい、これ3番目のアカウントで、まあこれは全然進んでないな。まあ正直かなり火力があるんで、みんなまだ一発で倒せる感じですね。普通のねミカサの方はね。さあ行きましょう。さあ一応 Z だけど、いい Z が出てくれたって感じですかね、今までは。さあ一応運落とすもクソもないか。 Z ランク以上確定だもんな。行きましょう。高音に浮かんでウィスは必ず出てきてくれて、好感度の高いコインですね。おお、リンネだ。なんかいいね。初ゲットじゃないけどなんかいいね。面白いね。プニプニカチカチか極妖怪が出てくれたということで、うん、非常に良かったんでしょじゃないでしょうか。なんかまた回したいですね。さっきも言ったけど、ここもあったんだね。ちょ、Z 以上だからリーネだけなんですけど、まあ私ね、このサバ豆のアカウントだから全然揃ってないんですけど、これね、はい。リンネもね、ワンチャンあっていいじゃないですかね。はい。どうなんでしょう。ちなみにこいつは、もうゲットできないのかな、この Z 以上コインはね。よくわかんないけどね。なんか、いいミッションにおまけでついてないか。はい、まあしょうがないかな、この辺の試練とかに。まあ大体入ってないよな。これはミカサ系だもんな。これはあれだし、うん、あ、この辺あれだな、隠密戦闘とか、あー S の書とかな、あるから。そうだな、さっきもアルミンのとこ見なかったけど、前の妖怪とかが結構ね、あのスキルの人が増えてんだな。で一応これね、10連コインはここで、あ、7回優勝するとまたもらえるんだね。はい、あ、8回ももらえるんだ。あ、9回ももらえる。あ、なるほどね。はい、そんな感じでもらえるので、まあただ今回ね、封印のところは10まで倒せばいいんですけど、また S の人がね、12まで倒さないとあれなんで、まあぜひね、ちょっと無課金、これはちょっとまた別途ね、元気ドリンク野郎は私にお任せという感じで、はい。ただね、ほんと今回特攻多くて、ちょっとミカサだけ失敗しちゃいました。ミカサはおはじき特攻じゃないのに、なんかレベルを上げてしまった、間違えて。2000ワイポイントを無駄にしてしまいましたね。まあでもいいか、はい。もともと持ってたやつで、これもね、限界突破6のリバーイがいて、これはスキル増えないのか。あれ、エリン、前の妖怪増えないのか。あ、前の妖怪は増えないのか、スキル。まあでもね、ミカサ特攻がもうこんだけいるのでね、非常に
楽で、ああこの S ランクたちが増えるんだ。あんまり意味ないけど、まあでもね、特攻としてはそこら辺のね ZZ 並みに火力はあるので、まあいいんじゃないでしょうかねって感じですかね。コインもねまた回せますし、はい、よかったね、中身的には。はい、よかったので、ちょっとね多分コメントとかいただければ ZZ 来たよって人はね多分何人もいらっしゃると思うんですけど、前回のねマンジコインも出たって言ってたし、これかできたらね、アルムインは2番目のアカウント持ってるんですけどね、メイアカとこのアカウントは持ってないので、まあ、一応前回ね3アカエレンはゲットできてるので、今回もね、3アカアルムインねやってできたらね、封印の封印というか封印か封印のねエレンの方もね3アカゲットを目指していければと思ってます。はい、じゃあ今回こんな感じで、素晴らしいね、最近はマンジコインもそうだけど配りが良くてね、はい、いい気持ちのいいスタートが切れて非常にいい気分ですね。はい、じゃあ今回こんな感じします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、3アカ使った無課金攻略楽しくやっていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。結構大変だな、12は大変だな。